STS-73 は1995年の10月から11月にかけて行われたコロンビアのスペースシャトル計画。米国美少重力実験室による2回目のミッションである。クルーはレッドチームとブルーチームの二手に分かれて宇宙で16日間を過ごした。この計画にはいくつかの詳細試験項目も含まれていた。ッコ内の数字は今回を含めた フライト回数を表す。STS-73 の着陸スペースラブ米国美少重力実験室の第二次ミッションは STS-73 の主要ペイロードであった。ほぼ無重力の宇宙環境である美少重力分野の科学技術を押し広げるための16日間の宇宙飛行に米政府、大学、企業が協力した。US セミル -2 ペイロードで行われた。 いくつかの実験は、コロンビアの STS-50 で行われた第一次、US セメル計画での結果から提案されたものである。US セメル -1 計画は、流体物理学の理論モデル、燃焼と火炎電波における重力の働き、半導体結晶生成における重力の影響に、新たな知見を与えた。科学者たちがタンパク質結晶の分子構造を、 特定することができるようになったのは、US セメル -1 のタンパク質、結晶成長実験から集められたデータによる成果である。US セメル -2 はそれらを基礎として作り上げられている。得られた技術知識は、ミッションの手順及びオペレーションの改善に織り込まれた。ISS や今後の宇宙計画のより応用的なオペレーションへの準備のためであると同時に、 地球上あるいは宇宙での基本的な物理的プロセスに対する科学的理解を深めるために実験班は可能な限りハードウェアを改良した。US セメル -2 では以下を含む実験が行われた。スペースラブのグローブボックス設備ではなどの実験が行われた。US セメル -2 のフライトコントローラーと実験科学者たちは NASA のマーシャル宇宙飛行センターにある。 スペースラブのミッション運用管理施設から科学活動を指示し、さらにいくつかの NASA センターと大学の科学チームがモニターと多くの実験のオペレーションサポートを行った。その他行われたペイロードにはなどがある。t v 番組ホームインプルーブメントの1996年2月13日のエピソードフィアーオブフライングツールタイムに乗組員の数名が出演している。 当初1995年の9月25日に予定されていた打ち上げは1995年10月29日までに6回の延期がなされた。STS-73 及び STS-61C はどちらも7度目の試みでようやく打ち上げにこぎつけており、過去最も延期を重ねた計画という点で特徴的である。ありがとうございます。